どうも、こんばんは。先日は助けていただき、ありがとうございます。あなたがいてくれなければ、私はきっと今頃、魔物に食べられていたでしょう。あなたのおかげで、命拾いすることができました。ですので、恩返しに参りました。ああ、この格好ですか？私、実はシスターなんです。この服であれば、力を発揮することができたのですが、あいにくその日は洗濯中だったんです。ですので、ぜひとも私の恩返し、受け取っていただけますか？ああ、いいところに目がいっちゃいましたか。そうです。今話題の邪教とは、私たちのことですね。でも、邪教だなんてひどいです。私たちは、甘くドロドロとした癒しを教え、広めているだけなのに。あなたには、特別に私たちの仲間に加えてあげようって言ってるだけですよ。なのに、なんでそんな怖い顔するんですか？ああ、嫌、なんですか？私を助けてくれた王子様、逃げないでくださいよ。いーっぱい、気持ちよくしてあげますから。なんです？その手に持ってるもの。もしかして、聖教のお守りですか？なんて醜い。なんてものを信仰しているんです。あなたのような方が信じていい宗教ではありません。あなたにはズブズブにとろけるような甘い天国がお似合いなのに。そんなに戒律が厳しいところに身を置こうとするなんて。ああ、だからそんなにきつい眼差しを私に向けるのですね。では、私があなたを解放して差し上げなくては。これであなたはもう動きません。教団の力、素晴らしいでしょ？あなたにもこの力、後で分け与えてあげます。私たちの仲間になった後で、ね。では、そのためには、手っ取り早く洗脳しちゃいましょう。大丈夫です。痛みはありませんから。私たちの宗教は、甘くとろけるような快楽を大事にしていますから。そのために、この触手を耳の穴からズブって入れて、私たちの仲間として頭をかき換えちゃいます。大丈夫、大丈夫。気持ちいいだけですからね。では、行きますよ。頭の中、優しく撫でてあげますね。よしよし。今までよく頑張りましたね。クソ宗教にたっぷりこと使われて嫌だったですよね。でももう大丈夫。あ
なたの身の心も差し出せば、私があなたをドロドロにしてあげますから、最高ですよ。この快楽を知っちゃったらもう戻れません。私だってここから絶対に出たくありませんもの。あんな宗教に負けたりなんてしません。それなのに御輿に乗って私たちを邪教に奪われ、ひどい人けれど、あなたは私を助けてくれた大事な人、特別にあなたは回収させてあげちゃいますからね。所属の硬い顔つきじゃなくなっちゃってる。快楽に落ちた甘いトロトロ人間の顔ですね。いいんですよ、とっても素敵です。あなたにはそういう顔がお似合い。ああ、愛しい人。くしゅくしゅくしゅ。ぬるぬるぬる。愛らしいお顔、ずーっとそういう顔をしていてください。ん？快楽に落ちちゃうのか、私がついてますから。あなたのことを愛している私がついています。だから安心して落ちてきてください。一人じゃありません。二人で一緒に気持ちよくなれますから。だからどうぞ
落ちちゃい、ここまで落ちちゃい。気絶しちゃいましたか？気持ちよすぎたんでしょうね。では、このままお持ち帰りしちゃいましょう。帰ったら、また続きをしてあげます。身も心も、魂まで、気持ちよく染まっちゃいましょうね。私の大好きな人。